視聴者の皆様、お元気かしら？空軍パイロットの霊夢よ。同じく兵装システム士官、マリサだぜ。今日は F15E で、みんなが待ち望んでいたに違いないことをやるわよ。お、なんだなんだ、妙にやる気じゃねえか。とその前に、一つだけ重大発表があるわ。この時期に F15E、といえばあれか、あれなんだな。そう、あれよ。今年もやってきたわ。東京ゲームショウの時期がね。2024年9月26日から29日、幕張メッセにて東京ゲームショウ2024が開催されます。去年に引き続き、DCS の F15E モジュール開発元であるラズバムシミュレーションズの日本法人、ラズバムジャパンが出展予定です。いつもお世話になってますだぜ。今年は去年の VR からさらに進化した、MR 機材を展示する予定らしいわ。去年の2000万 VR はすごかったぜ。ところで MR ってなんだ？後ろにエンジン乗ってるのか？誰もミッドシップの話なんかしてないってば。MR っていうのは、カメラで現実の風景を映しつつ、ゲーム内のグラフィックとリアルタイムで合成して表示できる技術のことよ。つまり、実際に目の前にある機材をコックピット部分と合成して、ゲーム内で手元を直接確認しながら操作することができるってわけ。すっご、まさに未来だぜ。例としては、メタクエスト3とかアップルビジョンプロなんかが、いち早く製品化されたものになるわね。今回は、ソムニウム製の VR1 っていう日本初上陸のウルトラハイエンドの MR 機材を展示するみたい。一応公式では PC 向けの VR 機材っていう区分になってるっぽいけど、ソムニウム自体は軍と下方執行機関向けのマーケティングもやってるみたいね。ってことは、一応ミルスペックの機材になるのか？厳密には違うかもだけど、ミルスペックとも言える代物ね。あと、ソムニウムの他にも、シムファブっていうこれまた日本初上陸のメーカーも来るみたい。何のメーカーなんだ？パッと見ホームコックピット関連っぽいけど。モジュラーコックピットっていう、椅子をベースにいろんなパーツを組み合わせて、ホームコックピット環境を作ることができる製品らしいわ。VKB、ウィンウィング、ビルピル、スラストマスター、ホリ。有名なフライトスティックメーカーとは大体互換性あるみたい。すげえな、好きなメーカーでカスタマイズできるのか。ちなみにこの製品、特許取ってるらしいわよ。一般的なゲーミングチェアについてるような機能もあるみたい。ハイエースっぽい。ま、詳しいことは TGS 当日に来てみてもらうのが一番だぜ。TGS のラズバムブースでは他にも、モジュールの開発風景とかも展示するみたいよ。今年は去年よりさらに楽しめそうね。チケットはコンビニで買えたな。ちょっと後で買ってくるぜ。ちなみに、今回はうちの主も若干お手伝いさせてもらってるらしいわよ。大丈夫かよ、あんな奴に手伝わせて。うちの主はドジで間抜けだし、すでに何かやらかしてそうよね。てな感じで、TGS2024 はぜひ、ラズバムブースに立ち寄ってくださいね。それで、今回の動画は何するのぜ。ふふん、今回は待ちに待った任務よ。あもう、もったいぶんなって。今回はついに、F15E での空対空戦闘よ。うおうおう来たこれ。ついにイーグルの本領発揮だぜ。しかも、今回はタック C2 による統制下で戦うわ。燃えるわね。ムサンダム半島にあるハサブは、赤軍共和国と青軍主教国の取引の場として栄えているわ。しかし赤軍共和国の宗教上ではタブーとされるものを商人たちがこっそり取引してるみたい。そこで赤軍共和国の最高指導者は青軍主教国に該当物品の取引禁止を命じたけど、事態は一向に解決せず、そこで赤軍は宗教上の理由でハサブを爆破し、取引を強制的に停止させたわ。すると荒不思議、どこからともなく青軍合衆国軍の轟音が、青合衆国軍、フリーダーム。ってことでテロリストに対する爆撃が急遽開始されました。今回は、味方の B1 を F15E で護衛するのが主な作戦よ。迎撃機が上がってきたらまずはそいつを、追加の敵機が来たらそいつらも叩き落とすわ。素人質問で恐縮なのですが、まさかエスコート機は1機だけですか？そうだけど、FS とかハブキャップとかバーキャップとかってのは、唐突な作戦だから、パイロットはみんなドバイで遊んでるわよ。さ、準備しなさい。はぁ？わかったぜ。前述の通り、今回はおなじみ牧田楓さんにタック C2 をやってもらっています。コールサインはスカイバードです。基本的には MTTPACC に沿った手法で通話を行っていますが、今回はわかりやすくするため日本語も交えてやっています。MTTPACC は2021年に発行されている米軍公式の資料なので、一応これが正規の手順ってことになるわね。そんなものどっから持ってきた。米軍が公開してるわ。調べれば出てくるわよ。今回のポイントとしては、ブルズアイが重要ね。ブルズアイというのは、作戦上である一点に定められる基準点のことよ。ブルズアイからこの方位にこの距離進んだこの高度の目標、という形式で報告ができるわ。作戦に参加するすべての機体が同じ基準点を使っているから、迅速かつ正確な意思疎通が可能になるってわけ。AWACS のピクチャーコールとかでよく出てくるやつだな。詳細な解説は省くけど、さっき言ってた MTTPACC を日本語に翻訳したものとか、それをさらに簡略化したものはイーアマラインさんが公開しているから、一度読んでみることをお勧めするわ。説明欄にリンク貼っておくわね。ま、とは言っても今回は動画的なわかりやすさも兼ねて、MTTP ベースではあるけど、あくまでふんわりとやる感じでいくわ。やっぱりわかりやすさで言えばそやな。なので、厳密には今回の無線更新は間違っているわ。そこだけ留意していただければ幸いよ。
そういうわけで、飛ぶわ。ほら後ろ乗りなさい。ああ、へいへい。それじゃ、状況開始。はい、ということでまずはパパッとスタートアップしちゃうわよ。F15E のスタートアップは慣れたもんだぜ。右エンジン始動。INS アラインはいつも通りストアードヘディング、そして左エンジンも始動。燃料系を機外タンクに切り替え。INS アラインが終わったので、INS ノブをナブに。はいよし、ついでに JTEX もノーマル、レーダーをスタンバイ。はい、マリサの番。うい、ほんなら後ろもさっさと準備するぜ。そういえば F15E の TEWS って、一部はまだ機密扱いらしいわよ。そうだったのか。ECM とかが実装できない理由がそれらしいわ。機密解除待ちか。はい、ウィドセットアップ完了。はい、了解、ありがとさん。それじゃ、ちょっとごっこ遊びをやりましょうか。もうやってるだろ。あ、そっか。じゃなくて、米軍では、発動を記録しているレコーダーの初めに、名前とかミッション内容とかを記録するらしいのよ。なので、今回はしっかりそれを再現するわね。Today is mid-September 2024. My name is Chibi. My aircraft is an F-15E, call sign is Crafter 21. Equipped with 7 MRAMs, one sidewinder, and two external tanks. And today's mission is to escort our Lancer to the AO and then perform target cap while he is bombing the target. I'm currently parked at ramp 51 of El Minhad Air Force Base and will be airborne in a few minutes. 日本語なまりすぎ。やり直し、どうでもいいぜ。ちなみに今回、楓さんは ATC もやってくれてるわよ。それならなおさらどうでもいいから早コムチェックしろ。El Minhad Tower Crafter 21 ready check. Crafter 21, this is El Minhad Tower. You are Lancer 555. El Minhad Tower Crafter 21 request a taxi to runway 27 following Dash 1.Crafter 21 copy. Request approved. Taxi to runway 27. Taxi to runway 27. Crafter 21. Taxiing 許可が出たわね。 B1 に続いて移動開始しましょう。 Dutch 1 man. Wind down. Runway 27. Clear for takeoff. Dutch 1 man. After airborne, turn right. Departure to north. Crafter 21. Runway 27. Hold short of runway 27.Full short runway 27, Crafter 21. Lead back is correct. Your takeoff number 2, after airborne, Dutch 11. 待機指示が出たので、テイクオフトリムを取ってからアンチアイスオン。You're right. You're right. はいよし、そしたら次にアンチアイスオン。すげえ音するな。さすが、クソデカ4連アフターバーナーはずぶとい音がするわね。Crafter 21, runway 27, line up on wing.Line up on way, runway 27, Crafter 21. 主、路列大丈夫そう？ダメみたいですね。Crafter 21, runway clear. Clear for takeoff, runway 27. After takeoff, turn right, departure to north. Clear for takeoff, runway 27. After airborne, turning right, departure to north, Crafter 21. 離陸許可が降りたわ。ほんじゃ離陸するわよ。ローリン、アイコピー。ドーチマンマン、リクエストアップレブ。ヘディング、フライヘディング040。AI 機のトラフィックもしっかり加味してくれるの、さすが楓さんだぜ。できる男だわ。というか今回、楓さんに色々任せすぎじゃないか？うん。それに関しては本当にそう。ごめんなさいだわ。ドーチマンマン、コンタクト、アルミハロ、デパーチャー。At El Minhad Tower Crafter 21, airborne departing north. 離陸成功、ダッチ1にリジョインするわよ。 Crafter 21, fly heading 040. Fly heading 040, Crafter 21. Crafter 21, contact Alimisato departure, 2574.8.Contact departure on 257.8 Crafter 21. Take a quick flight, Petra. Thank you. Eh,
今回ってタワーとデパーチャーで完成しっかり分かれてるのかよ。当たり前じゃない？やっぱりあるにしたいじゃん。本格的だぜ。Almi had departure crafter 2-1 single ship of F-50E following Dutch 1 heading 040. Crafter 2-1, Almi's departure, 連絡。ちょ待って、B-1 あいつ早すぎる。やつは本当に爆撃機なのかしら？全然追いつけないぜ。はぁ？はぁ？やっと追いついた。でかいくせして早すぎるだろ B-1。Crafter 2-1。アルティチュードレストレクションキャンセル。フライ、ヨアミッションコース。アプローブル、フライトウィズ、ドッジ11。コンタクトミッションコントローラー、263.0、ウェインヨーレディ。グバイ。アルティチュードレストレクションキャンセル、プッシュトゥ 263.0、カフェ11、Thank you。というわけで、アルミンハドの空域を出るわよ。ここからしばらく飛べば、もうそこは戦場ね。やってやろうじゃねえか。ステアリングポイント1に到達次第、爆撃機が左にパンプして距離を空けるわ。私たちはそのまま直進して客を行うわよ。そして同じく、ステアリングポイント1通過後にスカイバードにチェックインするわ。了解だぜ、いよいよだな。ステアリングポイント1通過。予定通り、B-1 は左に旋回して距離を取るわ。そのまま直進しちゃうと敵に突っ込んでいく形になるもんな。うわぁ、見なさいマリサ。ハサブの港湾が偉いことになってるわ。なんてこった。火柱上がってやがるぜ。パイロット、フェンスイン、フェンスイン、マスターアームオン。あ、射出座席入れてなかった。死ぬかお前。AE モードオン、ライツオフ。ウィズ、チェック。ウィズ、フェンスイン。じゃ、カエデさんに輝いてもらいましょうか。スカイバード、クラフター 2-1。スカイバード、クラフター、プレッション。クラフター 2-1、スカイバード、ごめん。クラフター 2-1、チェックイン、as follows。クラフター 2-1 is single ship of F-15 Echo. Equipped with 7 times.Active and one time heat. Fuel state 25.5. Request alpha check, bullseye. まずはブルズアイが合ってるかどうかの確認ね。クラスター21スカイバードホールコピー。今日ブルズアイ、your position ブルズアイ19384.22,000.Crafter 2-1, good bullseye. Skybird, Crafter 2-1, request picture. まずはピクチャーで戦況を把握します。Skybird, picture 2 group. Echelon southwest. Lead group is 03470, 9000 climbing.Trail group is 30112 28,000 climbing to contact. Both group post fire. ということだけれども、レーダーには何も映っていないので、ひとまずリードグループを探すわね。そしてここからは若干わかりやすさ重視になったりする。クラスター21、現在そちらに2機、ポジション、2グループ接近中。リードグループはシングルシップ、トレイルグループは2コンタクト。リードグループはおそらくミグ29、タイプがわからない。ここから接近中の機体については JMRFA、RW コンタクト。リードグループ、さらに接近中ブルーザイ040、45、12,000。トレイルグループブルーザイ360、96、30,000というコンタクト。スカイバード、クラフター21、デクレアボーザイ039、40、30,000。LC-9 は30,000 is lead group. Copy, Crafter 21, commit lead group. やっとレーダーでリードグループを捉えたわ。交戦しましょう。うちの爆撃機には指一本触れさせねえぜ。Crafter 21, commit copy. リードグループの対象が必要。
今はまだ距離がかなり離れてて余裕があるので、しっかりターゲティングの報告もしておこうかしらね。Drafter 21 targeted and B group bullseye 045 35 14000 F15 E の空対空レーダーはグーリーライト端押しで NCTR を使って相手の機種を判別することができるのよ。やべえ機能だよな NCTR。 ま、判別可能なのは相手がホットな場合だけだけどね。 Drafter 21 go engage。 ちなみに NCTR はレーダー波を相手に真正面から当ててエンジンの回転数やタービンブレードの枚数、インテークの形状を分析してライブラリと照合してるらしいわ。カッター中盤60マイル切ったフレッドエンゲージ。仮の時間だ。フレッドエンゲージ、クラフター21。ほいじゃ、敵さんをぶちのめしに行きましょうか。今回はシュートレンジ40マイルくらいのロングスケートで行くわ。相手の射程に爆撃機が絶対入らないようにしないといけないからね。長めの40マイルでうって離脱。って意味だよな。その通りよ。基本的にはローンチ&リーブで行く予定だけど、場合によってはディサイドしてそのまま突っ込むかも。サイバーズ、ピクチャー2グループ。レンジ16レイドグループブルザイ045526 14000 トラックサウスウェストトライグループブルザイ360 72 30000 トラックサウスツイコンタクト。うおー、くらえこの野郎。フォックス3クラフター21フォックス3レイドグループブルザイ045519 15000。打ったから左にクランクするわよ。また2番ショットコピーリードグループピットブルまで35秒。ちなみに F15E のタイムアウトはプラス3秒くらいだと思っておいた方がいいわ。タイムアウトってのはミサイルの着弾予想時刻のことだよな。カウントダウンが0になってから3秒までってことか。そういうことよ。ちなみに F15E はアムラームの DLZ も若干違ってて、他の航空機よりも最大射程が長めに設定されてるっぽいわね。レイドグループ飛行方に変更なし、まもなく味方の P1B との距離が50マイルに接近するって言ってももう撃ってるし、ピットブルまで待つしかやることがない。あと5秒。50マイルはまずいから、撃たれてなければそのまま万歳コールかけて突っ込むわ。ラフター21ピットボー撃たれてない、いけいけ。アップデート、万歳。よし、アウトせずにこのまま突っ込んで、初弾が当たってなければそのままケツからもう一発ぶち込んでやるわよ。レイドグレスマニューバリング、トラックイース。おそらく回避軌道に入ったと思われる。カピ。当たったか。当たってな。当たって、当たってる。ラフター21タイムアウト。あ、これダメそう。もう一発ぶっ込んでやりましょうか。リードグループレーダーから消失し、おそらくバニッシュ。ブルザイ050のサーティング。あ、一発無駄にしちゃった。ラフター21タイムスプラッシュ。ラタ2番グッズスプラッシュ。後続から接近中の2機はまだ飛行方位を変えていない。ブルザイ003 52 30000トラクター。日変態か、こりゃ厄介だぜ。クラフター21ターゲテッドトレイルグループボーザイ001 52 30000。トレイルグループには AWS モードか DTT モードで2発スケートでぶっ放して、一旦アウトしてから生き残ってるやつにもう一回ぶち込みに行きましょうか。つまり2機に対して撃って回避軌道を取らせてから、当たってなかったら再攻撃ってことか。その通りよ。ひとまず相手に回避を強要させることが重要ね。残ってるアムラームは5本、2発目で必ず仕留めないといけないわ。2機とも AWS ロックできたので、グーリーアップをポチポチやって距離を確認しつつライトで NCTR 判別。ラフター21トレイルグループプリンツフランカー。トレイルグループ高度を上げたクライミング34000。やる気満々ね。その熱意応えてあげるわ。ほら、くらいなさい。フォックス3、フォックス3。はい、じゃあ左にクランクするわよ。クラフター21フォックス3ボーザートレイルグループボーザイ004 41 35000。レーダー警報だぜ。クラフターショットクビーブルザイ004 40 36000トレイルグループ。クラフター21スパイク。高度を一気に下げたいところだけど、下げすぎるとリコミット時にミサイルを遠くまで吹っ飛ばす力がなくなっちゃうから、控えめにディセントするわね。クラフター21ピットボールアウト。クラフター21タイムアウト。念のため後ろを確認して。あ、黒煙見えた。タイムアウト。
コンタクトしていた2機については両機ともバニッシュ。やったぜ、おととい来やがれってんだ。なんか、今日の敵弱すぎない？25マイル切る程度には踏み込んでたはずなんだけど、なぜ撃ってこなかったのか。クラフター2番、スカイモードピクチャークリーン、対空脅威なし、了解だ。ピクチャークリーン、これで一安心ね。一旦爆撃機の方に戻りましょうか。クラフター21、コピー、Thank you。クラフター21 will rejoin on Dodge 1。了解、味方の BMB は現在、ケオンクロック5マイル、5マイル。ちょっと近づきすぎちゃった。急旋回。クラフター、ビジュアル。ダッチ1、クラフター21 is on your right as well。ここからはひたすら B1 にひっついていって、鉄器が現れれば対処するわ。お、やってるやってる。ブリングザレイン、鉄器時代に戻してやりなさい。なんだなんだ。B1 くん、どうしたんだ急に左右に触れ始めて。怖っ。距離離そう。そして10分後くらい。ダッチ1が作戦を終えて帰投するっぽい。あ、ちょ、空砲機がいる方向に急旋回してんじゃないわよ、このバカ野郎。ほんと相変わらずだな。トチマンマン、スカイバーズ、フェンサーとコピー。スカイバーズ、クラフター2-1、チェッキングアウト、RTB。クラフター2-1、スカイバーズ、コピー。はい、パイロット、フェンスアウト、ウィズ、フェンスアウト。はい、チェック。トチマンマン、クラフター2-1、ディジー、スカイバーズ、コンタクト。アーミーハーズ、アプローチ。257.8 Contact Elmi Head Approach on 257.8 Crafter 21. And Elmi Head Approach Crafter 21 with you. Crafter 21, Elmi Head Approach. Data contact. ACC をすっ飛ばして93マイル先からアプローチにチェックインするパイロットのクズ。ACC とかまでシミュレートするなら、それこそかなりの人数集めないと無理だろ。それにしても、F-15E はトリムさえ合わせちゃえば比較的編隊飛行が楽で助かるわ。えげつない水力重量比がなせる技なのか？やはり航空機は水力命なのかしらね。クラフター21、リリースフォーメーション、ターンレフト、ヘディング170、ディセンドアルティテュード、5000。Turning left to 170.Zero, down to, say again, altitude? Descend to 5000. 話聞いとけやバカ。Down to 5000, Crafter 21. ポンコツ主、この辺から疲れ始めてやらかし気味ね。はい、じゃあ編隊を解いて左に離脱するわよ。まずは安全のため下に移動してから、左旋回。こうすれば接触する心配はないわね。Crafter 21, heading 170, altitude 5000.Crafter 21, turn right heading 220. Turn right heading 220, Crafter 21. Crafter 21, expect runway 27, we are overhead approach. Expect runway 27, overhead approach, Crafter 21. Crafter 21, heading 220. Crafter 21, clear approach to runway 27, we are overhead approach. Contact.アルミハードタワー、257.8 オーバーヘッドの許可が出たわね。クレアとアプローチ、ランウェイ27、コンタクトタワー、157.3、クラフト21。え？ネガティブ、コンタクト257.3。コンタクトタワー、257.3、クラフト21。レジャーのフィットレック、クトラ。Thank you.うん、心配だぜ。ま、この後またやらかすから大丈夫よ。アルミヘッドタワー、クラフター21、シングルシップ F-15 エコー、アプローチング、ランウェイ27、ビー、オーバーヘッドアプローチ。クラフター21、コピー。コンティニューとアプローチ、ランウェイ27、ビー、オーバーヘッド。レポートインオファイア。
Continue approach runway 27. Report on final crafter 21. 左にイニシャルブレイク。右側にはさっきの B1 が待機してるから、今回はレフトハンドで行くわよ。報告しなくていいのか？ファイナルで報告しろと言われてるし、どっち側にブレイクしろとか言われてないから、多分報告しなくていいと思う。報告して欲しければレポートオンイニシャルとかオンベースターンとか言われるはず。ダウンウィンドに到達、ギアダウン。オーバーヘッドアプローチでのファイナルって、ベースターンの前だったり後だったりするから、一応両方報告するわね。Crafter 21, turning base. ここからはいつも通り20から21ユニットのオンスピード AOA を維持。ここまでやっといて、最後の最後でしくじるなよ。任せなさい。その自信は一体どこから出てくるのやら。クラフター21、アルミハンドタワー、ラメ27、ウィンドカム、クリアテル。クリアテルエン、ランウェイ27、クラフター21。わずかにオーバーシュートしちゃった。まあこれくらいならいいや。クラフター21 on final runway 27. アルミハットは？さて、ミンハドは滑走路が相当長いから、今回は設置前にスロットルを若干負荷して、停止距離を犠牲にしつつ衝撃を緩和するタッチダウンで行くわよ。高架サスでそんなことやったら絶対オーバーランするよな。ペルシャ1マップの飛行場はどこも滑走路が長くて気が楽ね。その代わりにボードにチャートが1枚も入ってないけど、待て、それなら完成度をやってるんだよ。フォーラムにユーザーが上げてたチャートを取ってきて、それを楓さんと一緒に見てるわ。はぁ、なるほどな。若干緩めにフレア動作。アースピード速かったかも。ベロシティベクターが上がっていっちゃったわ。あとはドカーンっていかないように機種でバーティカルベロシティを微調整。ん？あれ？設置したか？マリサが設置に気がつかない程度にはソフトなタッチダウンだったみたいね。ここからはエアロダイナミックブレーキね。12度ピッチって言ってるけど、13度か14度くらいでケツするギリギリを攻めないと減速しないのよね。クラスター21、アルミハンドタワー、ウェルカムバウン、ターンレフト、アベラボタクシー。チューンレフト、アベラボ、クラスター21。クラスター21 is exiting on Alpha.クラスター21、タクシー2、エプロン13、ビア、アルファ、ブラボ、チャーリー。うわ、チャートに駐機場の番号書いてない。嘘だろお前。仕方ないので F10 マップで確認。てか30って言ってた？ 13 って言ってた？おい前も見たぞこの光景。エルミヘッドタワー、クラフター21、confirm, that the, エプロン13? ネガティブ30。あ、よかった。エプロン30で合ってるっぽい。A copy, Crafter 21, taxi to runway 30. The Alpha Bravo Charlie. おい、こいつ今変なこと言ってなかったか？うん、アホみたいな間違いしてたわね。ネガティブ、エプロン30。Not runway。いやー言われてやんの。A copy, taxi to Epron 30, the Alpha Bravo Charlie, Crafter 21. I'm sorry about that.ああ、ATC 慣れてないってバレちゃったわね。もはや言い訳無用のヌーブ確定だぜ。はい、エプロン30に到着。はい、ウェルカムバー、クラフター21、クレントシャットダウン。クレントシャットダウン、クラフター21、Thank you for your service。はい、それじゃあエンジン止めましょう。オールステーション、アルミハンタワー、タワーペルダイス、オフライントゥー、5ミニットフォーランチ、グバイ。Maybe today lunch menu is hamburger. Nice. Tower Crafter 21, stop making me hungry. Kiss you later. スロットルオフ、エンジンマスター、ジェネレーター、エンジンコントロール、すべてオフ。ホンデキャノピーオープン。やっと外の空気が。ってやつ？そりゃ、ここどこだと思ってんのよ。私たちが今いるのはコーカサスじゃないのよ。ハンバーガーよりアイスが食いたいかも。はい、そんなこんなで、状況終了。いやぁ、楓さんにいろいろやらせちまったな。本当にね。ありがとうございました。ちなみに主曰く、このミッションは手を加えてから後日配布しちゃおうかなとか思ってるらしいわ。これまた本当かどうか怪しい話だな。はい、それではご視聴ありがとうございました。TGS2024 ではよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。幕張メッセで待ってるぜ。